どうも、あきチャンネルのあきです。今回はプラ船を使ってビオトープを立ち上げていこうと思います。まだ朝晩少し冷え込むんですが、日中はもう14度暖かい日が、結構ね続くようになりました。なので今回はビオトープ立ち上げ準備編ということで、ビオトープに必要なもの、こういったものをねいろいろ作っていこうと思います。それでは最後までご視聴よろしくお願いいたします。まずはあぜ波ですね。こちら何に使うかというと、簡単に言うとセパレーター代わりに使ったり、もしくは丸めてですね、土を中に詰めて水生植物を植栽する、もしくはですね、水蓮とか鉢のまま沈めますよね。なのでその鉢を隠すために使ったりとか、そんな感じの使い方だと思います。とりあえず大きいのを3つ、小さいのを2つ作りました。で、大きい方はですね、水の流れを作るために小さな穴をたくさん開けてあります。小さい方はねそのままです。これはね、あの水蓮のね、鉢を隠すのに、とりあえず作っておきました。まだねどうするか分かりません。次にプラ舟の上の部分ですね、こちらに天板を作っていこうと思います。ちょうどいい太さの端材があったので、これで、天板を作っていこうと思います。そしてこちら天板の裏ですね、添え木をしてあります。この添え木ね、何箇所か、してあります。こうすることで、天板がずれなくなります。そしてこちら天板完成の映像となります。このねあざ波、軽石を半分詰めて赤玉土を半分詰める感じでやろうかなと思ってるんですが、そのね上に苔を植栽しても面白いですよね。今から楽しみです。そして次に日よけを作っていくんですが、もともと穴が開いているんですが、これだと少し間隔が幅が狭いんですね。なので四隅に新たに穴を、4つ開けていきます。そしてアーチ状の棒を差し込みます。そして穴を開ける際ですね、これはプラ舟の天板の裏なんですが、補強材が入っているので穴を開ける際ね、この補強材の部分を避けて穴を開けるようにしてください。これ一応ね、一応確認してやらないとね、補強材に当たってしまうと、穴がね開きづらくなるので、こういった感じで四隅穴を開けていきます。それと天板、先ほど使ったね作った天板、こちらにも同じように穴を開けていきます。そしてこちらプラ舟の後ろの部分ですね、すだれがずれないように補強してあります。そしてこちらはプラ舟の前の部分、こちらもねブラブラずれないように園芸用の添え木棒ですかね、これ添え木棒、これは半端があったので、これをすだれに巻きつけて結束バンドで固定しました。こうすることで、多少重みがあるので、少しぐらいのね風ならずれないんではないでしょうか。そしてこちらが日よけ完成の映像となります。で、両端にアーチの棒を差し込んで、横に2本ね補強材を入れてあります。なのでこのすだれを
補強材にかけることができます。今一番上の補強材にかけてあります。そしてこれ中段ぐらいですかね、ここにもかけることができます。でもう半分は、もう作るんですが、まだね作ってないんで、これからねまたこの半分を日よけですね作っていこうと思います。そして次に産卵紙を作っていこうと思います。今回使うのはねぶつかり防止ショッククッション、ぶつかり防止クッション、こちらとハードクリーナー、これはあの鍋のね焦げ付きとか落とすものですね。そして結束バンド、これで作っていきます。まずはぶつかり防止クッション、こちらを適当な太さに切っていきます。こんな感じですね。でこれなぜこれを選んだかというと、産卵紙部分がある程度細くても、こう締め付けることでこうある程度ね融通が効くんですよね。なのでこれを選びました。それでこのねはみ出てる部分、まあ、気に入らない人はそのままでいいと思うんですが、私はねカットして使っていきます。こんな感じですね。そして次にハードクリーナー、これ1枚で2つ作れます。なのでまずは半分にカットしていきます。そしてさらに半分に折ります。で半分に切っていくんですが、この時はねあの全部切り落とさないで、上の部分ね、数ミリ残してください。こんな感じですね。これを、全部で8等分にしていきます。2等分ので次に4等分にしていきます。この方がね、まあ、均等な太さで、カットできると思います。4等分ですね。4等分したものをさらに、2等分にしていきます。これで8等分になりますね。これで8等分になります。でこんな感じになります。で産卵床部分をこう巻きつけていくんですが、こう丸めてねこういくんですが、なるべくねこうきつく巻きつけた方がいいですね。緩んでしまうとこう抜けてしまうのでね、きつく巻きつけてはめ込んでください。そして結束バンドを通す穴を開けていきます。何かねこう尖ったもの、爪楊枝とかでもね中開けられそうな感じですけどね、今回ねキリで開けました。で両方の穴がずれないように結束バンドを差し込んでいきます。こ
こうちょっとねもたついてるんですけど、すんなり入れば、こんな感じでね開けた穴に沿って、結束バンド、詰まることなくね、通ってくれます。そして最後締め付けるんですけど、あまり締め付けてしまうと、ちぎれてしまう恐れがあるので、この辺はね、加減して締め付けてください。で残りの部分をカットして産卵所の完成となります。本日はね少し、長くなってしまったので、ここまでとさせていただきます。次回はねまたこの続きやっていこうと思います。それでは本日はここまでの映像となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。またよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。